航空事故の一覧は航空機の運用中に起きた航空事故や事件の一覧をまとめたものである。本校では社会的影響を与えた航空事故や航空機に関するテロやハイジャックなどの事件の一覧記事を相談している。それぞれの一覧は民間航空機と軍用機事故と事件発生場所や発生年代などによって分割されている。なお、 民間航空機の事故の一覧には、ゼネラルアビエーションに関するものも含まれている。日本国内で発生した航空事故の一覧や、航空会社、機種に限定された個別の一覧については、航空事故だけではなく、インシデントも含まれている場合がある。また、世界各国で発生した航空事故の一覧の中には、日本の航空会社が起こした航空事故も含まれている。 875年、あとうまい野鳥の学者アッパー水分フィルナスが原始的なハンググライダーで飛ぼうとして負傷したとされる。日本国内で発生した民間航空機の事故については以下を参照。日本以外の世界各国で発生した民間航空機の事故については以下を参照。民間航空機に絡むテロや撃墜などの破壊行為による事件については以下を参照。 民間航空機に対するハイジャックやハイジャックを原因とする破壊、墜落事件については以下を参照。軍用機が平時の訓練や航空ショーなどで起こした航空事故については以下を参照。日本国内で在日米軍が起こした航空事故については以下を参照。ありがとうございます。